とうございます、はい、ありがとうございました。ではここからは質疑応答の時間に移りたいと思います。授業中で質問したいと思っていた方はぜひこのタイミングで投稿してみてください、はい、たくさんの質問お待ちしております、うん、ほい、はい、授業中に来ていた質問も見ていきたいと思います。はい、はい、何でも答えますよ、はい、南さん、はい、先生は面倒くさいという感情とどのように向き合ってらっしゃいますか。あ、私実はですね、面倒くさがり屋なんですよ。あ、そうなんですね。もうね、面倒くさいことばっかりです。もう、だからもう素直にもう面倒くさいなっていう風にその感情そのまま向き合えばいいと思うんですよ。はい、うん、その時は何もしなければいいじゃないですか。はい、そうですね、そのまま向き合うってことですね、うん、はい、続いて樋口さんが、はい、自分の好きなことなのにやる気が出ないのはなぜでしょうか、うん、モチベーションを保つためにはとコメントいただきました。なるほどね、はい、それおそらく本当は好きじゃないんじゃないですか。だって本当に好きなことだったらやる気出ると思いますよね、はい、だもしくは好きだと思いたいとか、うん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 、友達でもいたんですけど、サーフィンが好きだって言ってやってるんですけど、どう考えても好きじゃないんですよ。上手くならないし、かっこいいと思われたいとか、あ、好きだといいなとかで、ではな、分からない、分からないですよ。その方はおそらくその可能性が高いなというふうに思いますね。本当好きだったら、ね、やる気上がりますよね。うん、が難しく考えちゃってるとかですね。本当は好きなのに上手くやろうとしすぎてるとか、純粋に楽しめばいいのに。好きなことだったら何のこと言ってるのかよく分かんないですけどね、はい、うん、そうですね、うん、と思いますね、はい、分かりました、はい、続いて、はい、泉さんが、はい、若いうちはの苦労は勝手でも知ろうについてどう思いますか、うんうん、ああ、苦労はですねできればしない方がいいですね。しない方がいい、もう苦労すると年取っちゃいますしね、なんか楽しくないですからねうんうん、うんうん、だから苦労、単なる苦労は意味がないと思うんですけど、うん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 、ただそれが皆さんのやりたいことに向かっているのかとか、自分の成果に向かっているための苦労なのかとか、さっきおっしゃった好きなことのための今準備期間の苦労なのかとかっていう、その苦労にもいろいろ種類はあると思うんですよね、はい、うん、だから結果的にやっぱり何かを成し遂げようと思ったら結果的に苦労だったっていうのは後から思うことなんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、分かりました、うん、これ復習になってしまうかもしれませんが、はい、うん、のほこさんが頑張りますではなかったら他にいい言い方はありますか。ああ、そうですね、うん、まあ、具体的にどうしても頑張りますって言いたかったらどんな風に頑張りますとかって具体的に、うんうん、だから、ね、来週の金曜日まで 100% できるようにやりますとか、まあ、具体的にこう言い換えるようにした方がいいんじゃないですか。で、人を励ましたりするときはもうグッドラックとか、なんかそういう君ならできるよとか、なんかそういう言葉に変えたらいいんじゃないですか。そうですね、うん、具体的にね示して相手の時はなんか言葉を変えて、うん、なんか無責任な感じじゃない、ね、そうですね、無責任じゃない感じですね、はい、はい、そのなんかニュアンスでも大事ですね、うん、はい、よく分かんなかったらこんにちはぐらいしといた方がいいと思いますよ。頑張りますとか頑張ってねとかっていう、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、質問まだお待ちしていますので皆さんぜひコメント欄から投稿してみてください。はい、先ほどですね、うん、いいコメントが、あ、そうですか、たくさんいいコメント来てますよね、はい、取り上げるのが本当にすごいなんですけど、はい、はい、ですね、松下さんのコメントですかね、うんうん、ちょっと待ちください、どこかな、うん、松下さんはい、ここですね、うん、自分のことばかりを考えるのではなく、うん、人のために生きることが大切ってことですね、うんうん、なるほど、はい、うん、ちょっと待って、ね、たくさん来すぎちゃって、はい、ね、選ぶのが大変ですね、今着席しましたって言ってましたけど、ちょっと遅いですね大丈夫でしょうかそうしたら本読んでもらえばいいですね、はい、はい、はい、来ました、すみません、気持ちが溢れて止まらない時は、はい、ブレーキはかけない方がいいんでしょうかと、あ、そうですね、そうですね、ここですね、ブレーキをかける必要は全くないんじゃないでしょうか、はい、はい、もう溢れ止まらない時はもうどんどん行けるところまで行ったらいいと思うんですけどね、はい、うん、疲れるとかはないんですかね、もう行けるところまで行って最初に言ったように行けるところまで行ったら休息をして、ね、ちゃんと休息して充電してでまたやればいいです、ね、でやるときはやる、休むときは休むんですから、はい、最初の方の
メリハリのところを思い出しました。そうですね、はい、サボるっていうことも大事ですね。そうです、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、泉さん、どうせ苦労するのであれば、うん、自分にとってプラスとなる苦労をしよう、自分のためにならない苦労は避けてしまえばいい、うん、はい、うん、続いて質問来ました、うん、リエさんが、うん、なかなか仕事ができないのと、うん、気持ちのことまでに取りが回らないのですが、うん、それは違うのでしょうか、気持ちが先ですか、と、うん、あー、なるほどね、はい、仕事ができないと気持ちのことまでゆとりが回らない、結果が出ないとっていうことですかね。そうですね、うん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 、気持ちがついていかないってことですかね。ああ、なるほどね、はい、なかなか、でもそのできることからやったらいいんじゃないですかね、うんうん、なんかそういう時は、はい、なかなかこう気持ちコントロールするの難しいですよね、はい、かといってこう難しい仕事をやっていても気持ちも上がらないので、なんかできる簡単なことからこう徐々に やっていったらいいんじゃないかなと思いますけどね、そういう時は、はい、簡単なことからやって、うん、できることからポジティブになって、そうですね、っていうことなんですね、わかりました、うん、ありがとうございます、でこう自分褒めてあげて人に褒めてもらって、うん、っていうところじゃないですかね、はい、うん、わかりました、うん、何もできないってことはないですもんね、おそらく、うん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 、はい、多分あの優秀すぎちゃってこうなんか高みを目指しすぎちゃってるんじゃないですかね、そうですね、はい、確かに、はい、私もなんか、うん、高い目標すぎて崩れちゃうとかっていうのありますよね、はい、小さな目標からね、うん、立てることが大事なんですね、うん、はい、続いてゆうこさんが、うん、どうすれば人のためにと謙虚な姿勢になれますか、とご質問いただきました。なるほどね、どうすれば人のために謙虚な姿勢になれますか、あ、なるほど、まあ、自己中心的になってるっていうことですから、いかにこの人に興味を持つかっていうことだと思うんですよ。だから、うん、褒める練習とかしてみたらいいんじゃないですかね。褒める練習、はい、あの、はい、人に会ったら挨拶代わりに褒めようとか思って、うん、そうすると相手の人に興味を持たないと褒められないから、そうすると相手のことを見るようになりますよね、関心持つとか。そうですね、うん、だからまず人に関心を持つことからだと思いますので、ですからなんかそんな気持ちから始めたらいいんじゃないでしょうかね。そうですね、うん、だって自分のことばっかり考えてる時ですから、人のためってなれない時はですね、うん、はい、うん、わかりました、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ最後の質問ですね、はいはい、好きなことではなくやるべきことに対してやる気やモチベーションを上げるにはまず何をしたらいいでしょうか、と。あ、好きなことではなくやるべきことに対してやる気やモチベーションを上げるにはまず何をしたらいいか、うん、なるほど、それはですね、この本を読むことから始めたらいいんじゃないでしょうか、はい、ね、ね、なかなかやるべきことがやれないと思ったらですね、この本を100回ぐらい読んでいただいたらいいんじゃないかと、まあ、1回でもいいと思いますけど、はい、おすすめです。なんか最後が宣伝みたいになってしまいました、はい、ありがとうございます、わかりました、ありがとうございます、はい、では以上で質疑応答は終了といたします、はい、たくさんの質問本当にありがとうございま ありがとうございました。本当に拾いきれずにね、申し訳ないんですが、はい、はい、では最後に先生からこの告知があるということなのでお願いいたします。はい、はい、本日は皆さんありがとうございました。まあ、今日は1時間ほとんどこの本の宣伝だったんじゃないかというふうに言われてしまうかもしれませんが、私が30年近くこの西洋業界にいて気づいたこと、うん、学んだことなどをこの一冊に凝縮させてもらいました。で、今日は本当短い時間の間に、まあ、9つのメッセージしかお送りすることができませんでしたので、ぜひ残りの27つのモチベーションを操るための習慣がこの中に書かれておりますので、ここでお会いしたのも何かのご縁だと思いますので、ぜひ皆さんこの本を熟読していただいて、でなおかついいなと思ったら周りのお友達にも、今日言いましたよね、家賃ですからね、はい、与えるのが皆さんの使命ですので、周りの方にもぜひお勧めしてあげていただきたいなというふうに思います。ぜひよろしくお願いします、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。松下さん、はい、ワクワクであっという間の1時間でした。ありがとうございます。 ありがとうございました。はい、先生のいろんな経験から紐解いているんですね、とコメントいただきました、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひこの授業だけでは足りないという方はね、うん、こちらの本を読んでもうやる気にあふれてたまらない人生を送っていただきたいなと思います、はい、では以上で授業は終了といたします。今回お越しいただきました先生は作家、生命保険会社エグゼクティブトレーナー兼部長職の早川勝先生でした。先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。
受講生の皆さんも最後まで受講本当にありがとうございました。この後も引き続きスクールで一緒に学んでいきましょう。それでは皆さんさようなら。やる気。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。